7月3日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。門列1レース。予想上位はヤマニーアズライト。目標タイムは1分3.8秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。門列2レース。予想上位は朝間。目標タイムは1分 52.9 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。門列3レース。予想上位は奇跡を望むなら、目標タイムは1分 16.3 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。門列4レース。予想上位はギアセカンド。目標タイムは1分 17.2 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列5レース。予想上位はキャロットラテ。目標タイムは1分 17.3 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。門列6レース。予想上位はレディティアラ。目標タイムは1分 15.4 秒です。荒れる要素はほぼなさそうです。門列7レース。予想上位はマテンローガーデン。目標タイムは1分 51.9 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列8レース。予想上位はクイーンズアルテミス。目標タイムは1分 15.3 秒です。荒れにくいレースになりそうです。門列9レース。予想上位はワンビ。目標タイムは1分 15.6 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。門列10レース。予想上位はクセモノ。目標タイムは1分 3.3 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列11レース。予想上位はハニーベリー。目標タイムは1分 14.7 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。門列12レース。予想上位は西ケンボブ。目標タイムは1分 49.9 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。川崎1レース。予想上位は観音アニモ。目標タイムは0分 56.7 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。川崎2レース。予想上位はチャチャ発号。目標タイムは1分 33.3 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。川崎3レース。予想上位はワンラブ。目標タイムは1分 33.7 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。川崎4レース。予想上位はカラウヌ。目標タイムは1分 33.8 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。川崎5レース。予想上位はタンネイ。目標タイムは0分 57.0 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。川崎6レース。予想上位はピキャンデル。目標タイムは1分 32.1 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。川崎7レース。予想上位はタートレイジング。目標タイムは1分 38.3 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。川崎8レース。予想上位はカタルシス。目標タイムは1分 38.3 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。川崎9レース。予想上位はトニープリンス。目標タイムは0分 55.3 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。川崎10レース。予想上位はエサチルプリンス。目標タイムは1分 37.2 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。川崎11レース。予想上位はライオットガール。目標タイムは1分 41.4 秒です。荒れる傾向が強いです。川崎12レース。予想上位はオルロージュ。目標タイムは1分 38.5 秒です。
荒れる傾向が強いです。笠松1レース、予想上位は計算ノーブル。目標タイムは1分 29.8 秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松2レース、予想上位はドボルザック。目標タイムは1分 30.7 秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松3レース、予想上位は早い者勝ち。目標タイムは1分 29.7 秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松4レース、予想上位はマルメラータ。目標タイムは1分 45.4 秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松5レース、予想上位はマルヨクレハ。目標タイムは1分 30.7 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。笠松6レース、予想上位はリタリエーション。目標タイムは1分 29.4 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。笠松7レース、予想上位はサウンドノバ。目標タイムは1分 29.2 秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松8レース、予想上位はノーブルシャン。目標タイムは1分 29.1 秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松9レース、予想上位はウィルソンウェイ。目標タイムは1分 25.1 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。笠松10レース、予想上位は当選ダビッド。目標タイムは1分 29.5 秒です。硬いレースになりそうです。園田1レース、予想上位はムーランシャタン。目標タイムは1分 35.5 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田2レース、予想上位はマリノマジカル。目標タイムは1分 55.4 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。園田3レース、予想上位はクリムゾンレッド。目標タイムは1分 33.1 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田4レース、予想上位はラブカレン。目標タイムは1分 33.7 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田5レース、予想上位はフィールハピネス。目標タイムは0分 51.5 秒です。荒れる要素はほぼなさそうです。園田6レース、予想上位はエンブレム。目標タイムは1分 32.2 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。園田7レース、予想上位はプラチナジェット。目標タイムは1分 31.9 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田8レース、予想上位はラビアン。目標タイムは1分 30.6 秒です。荒れにくいレースになりそうです。園田9レース、予想上位はグッドハビッツ。目標タイムは1分 31.5 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。園田10レース、予想上位はスターキー。目標タイムは1分 31.0 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田11レース、予想上位はエイシンビッグボス。目標タイムは1分 19.4 秒です。硬いレースになりそうです。園田12レース、予想上位はイナウィンク。目標タイムは1分 30.7 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。ここからは出走馬の中で、馬娘に実装された馬たちの子孫や、ゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。ハッピータレイヤー、ラグエイ、ジュゲムーン、シユブラック、マイネルブラボー、ネーベ、セユンブリスク、コパノアルベール、パープルビューティー、ハニーディライト、マノレア、
北高雷電、スプレンフィーのセクシーウィードを、モンゲーキララ、ワンラブ、バジガクカルミア、メガミリオン、ブルートルマリン、クリスタルローレル、トミサンペガサス、シャイニングパール、アルマス、カタルシス、ミスマルゴー、ミルトコルサ、エイブラムス、インウッド、フーエ、アドベントイブ、ヒロインユキちゃん、マルヨファーザ、ドゥライト、ナロー、スミレブーケ、セロリ、リパーカッション、スローテキーラ、コスモユニック、コーオーシックス、フィールハピネス、マイネルパーペル、ミストルティン、エイシンビッグボス、ジェイスマイル、ダルビッツ、コンチアフタヌーン、サンヨードンファン、ローズドレッシュ、タイキレイビン、イカロスカフェ、デルマオベローン、ヨツバミッチー、ガルガニック、フェア名言、イクのホープアイ、リッチアロマ、アーテルアストレア、デルミオクオーレ、ナザレテウム、マルメラータ、エンライ、芝のナスタチウム、トラネスハープ、大地の恵み、アコー、ナムラダリル、サウンドノバ、サクラトラジャー、シマナ、イッチョウ、フミタツアーロン、ブルネットスター、ジャスティン・カプリ、スマート・プレジール、スターキー、名称を似て、トリニティ・ノット、ヒロの棟梁、モズ・ファボリート、ストロング・ジェット、クリノ・アグレッシブ、プロンプト・ノア、ポット・グラス、グランド・ジャヌ、サツキ・スマイル、パン・フィーリー、ウィーブ・ヒストリー、アモール・ファティ、ラフト、ラビアン、パリパリ、ライン・エミネント、ナトゥーア、エメラル・グリーン、エンジェル・スラップ、すぐれたものがいな、ランナウェイ・ボビー、奇跡を望むなら、アイアン・スポーツ、龍涎香、ノルド・ステラ、ブルー・アスタリスク、エルティシ、クレバス、獅子のステラ、スラップスティック、イケメン・パリッキ、バラライカ、シーグラデア、ラトワール、アースウィンゴ、ルクス・シュナイダー、大の国王、トーケン・アーサー、ハニーベリー、ニューアルケミー、ヤーク・トボマー、バンカブル・スター、ハーリー・バーリー、ドテライ・ヤツ、ニシケン・ボブ、エポーナ・メロディー、国のエース、グルベア・ベージュ、シックスレター、サヨのミニスター、ロデオフリップ、タイキフリード、ニャンニャン、バジガクフローレス、タンネイ、エルフィナ、西野サトル、ゴールドアハツ、ビギニングドリーム、北から北ダイヤ、ブライトソウル、鬼滅のホース、ジンミラクル、ウォーターリー、ビートルジュース、アナザービーター、ミーティアカフェ、シルバギンジ、トリプルアクセル、サンエイビクター、シェナブライト、カラフルキューブ、ミラクルティアラ、ビブラフォン、グラスアラバニーユ、シンキングキャロル、ウィーンプロスト、大勢スパート、名称水系、アップリュージン、バンクリーフ、ベアーズレター、アスカセオン、キタノマルティス、ヒルノビクトリア、エイシンドラーゴ、プケッティ、ノーブルシャン、ダイアキララ、サクラヒメ、レシプロターボ、ゴールザマホーニー、アンダーザフラッグ、デクラーク、ミラクルサーダ、プレリオン、ちょうどいい、帝王モンブラン、シャトーボビー、ラブカレン、ドーター・オブ・ナイル、子猫ちゃん、コワモテハマー、ヤシロ・スマイリー、
ビクトリー・アイ、タガノ・ロビンソン、名称はカツキ、コパのジャンティング、ソリスルクス、アーモンド・ドラジェ、オグリオンセイ、ギア・セカンド、バリア・ピレ、共栄モノノフ、ダート・レイジング、ユレマー、ロゼアク・アイオー、インセイン、マテンドー・ガーデン、ピエール・オレゴン、ユーのナポレオン、フォトウェディング、スピーディキック、アップフェリス、ハンバーグ妹、ファーマビューティ、エルフェリーク、ベストツッキー、ビキャンデル、シングンアメット、ドナルビー、日本ピロデルマー、トータルダイヤ、帝王松風、プラチナジェット、ゴルドーベルチュ、グリグリグリジロー、日本ピロジェシカ、キングオブワールド、レンマ、エイシンサフラン、ファーマムーン、トゥルーリアイ、プリティキッス、ナムラミック、プライムブルー、ジュエルソング、芝のテンテン、シークレットロゴ、十人十色、ダイナマイトブル、シューカンパネラ、エニーアス、ノボコッチャン、湘南マナ、アスミ、ノーブルプロセス、ユーフラジー、ヨールプッキー、グレートメモリーズ、ムーラン・シャタン、ラッキープルーフ、エキゾチックアイズ、グッドハビッツ、ブエラフェルテ、ムーンガーデン、モンシャトール、ハッピーガルキリ、アバンギャルド、カンノンアニモ、ミスケイト、プロフィトロール、末広版。門別第一レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。まずは11番ヤマニン・バズライトが好スタートを切った。その後ろには8番レンジェルスラップ、4番エメラルグリーンカップ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番ヤマニン・バズライト、その後には4番エメラルグリーンと8番レンジェルスラップが続きます。11番ヤマニン・バズライトそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。11番ヤマニン・バズライトが一着見事。門別第2レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。まずは8番マサマが先頭に立ちます。2番手は2番キング・オブ・ワールド、4番ページェントか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番マサマ、その後には4番ページェントと2番キング・オブ・ワールドが続きます。8番マサマそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。8番マサマが1着見事。続くは4番、2番、1番か。門別第3レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。1番奇跡を望むならが前に行きます。1番奇跡を望むならの背後には4番ファーマビューティ、10番ブルーアスタリスクか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番奇跡を望むなら、その後には4番ファーマビューティと10番ブルーアスタリスクが続きます。4番ファーマビューティが先頭に立つか、先頭か。4番ファーマビューティが1着見事。続くは1番。門別第4レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。7番アナザーメイトが前に行きます。2番手は3番アバンギャルド、8番リーシンサフランか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番アナザーメイト。その後には6番ギアセカンドと5番ヤマショーエルさんが続きます。6番ギアセカンドが追い上げてくる。先頭か。6番ギアセカンドがゴールイン。続くは7番、4番、5番か。門別第5レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。まずは9番エルフェリークが先頭に立ちます。並ぶように5番トゥルーリアイ、4番ローズドゥレッシュか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番トゥルーリアイ、その後には7番テロットラペと8番スラップスティックが続きます。7番テロットラペが後ろから追ってくる、追い抜くか。7番テロットラペが1着見事。続くは5番、8番、1番か。門別第6レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。まずは4番ジュゲムーンが好スタートを切った。その後ろには5番レディーティアラ、1番バーピアーズか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番レディーティアラ、その後には4番ジュゲムーンと1番バーピアーズが続きます。
5番レディーティアラそのまま独走か、独走か。5番レディーティアラが1着見事。続くは4番、3番、1番か。門別第7レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。まずは5番バラライカが先頭に立ちます。あとを追うのは6番シユーブラック、9番マテンローガーデンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番バラライカ、その後には9番マテンローガーデンと6番シユーブラックが続きます。9番マテンローガーデンが追い上げてくる、先頭か。9番マテンローガーデンが1着見事。続くは2番、5番、6。門別第8レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。7番クイーンズアルテミスが前に行きます。2番手は8番ネーベ、4番マルマロザリオか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番クイーンズアルテミス。その後には8番ネーベと4番マルマロザリオが続きます。7番クイーンズアルテミスそのまま独走か、逃げ切れるか。7番クイーンズアルテミスがゴールイン。続くは2番、3番、4番か。門別第9レース、さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは8番コパのアルベールが先頭に立ちます。2番手は1番ラトワール、10番台の国王か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ラトワール、その後には6番ワンビと10番台の国王が続きます。6番ワンビそのまま独走か、独走か。6番ワンビが1着見事。続くは1番、8番、11番か。門別第10レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。先頭を走るは8番ケワキショー。8番ケワキショーの背後には10番グルマンド、7番芝の点々か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ケワキショー。その後には7番芝の点々と10番グルマンドが続きます。9番クセモノが先頭に立つか、先頭か。9番クセモノが1着見事。続くは2番、7番、10番か。門別第11レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。まずは4番ピエール・オレゴンが好スタートを切った。2番手は5番イカロスカで、10番シークレットロゴか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ピエール・オレゴン。その後には10番シークレットロゴと6番ハニーベリーが続きます。4番ピエール・オレゴンそのまま逃げ切れるか、独走か。4番ピエール・オレゴンが1着見事。続くは6番、1番、10番。門別第12レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。まずは11番リンのレジェンドが好スタートを切った。2番手は10番西ケンボム、7番グリントビートか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番西ケンボム。その後には7番グリントビートと11番リンのレジェンドが続きます。10番西ケンボムそのまま独走か、逃げ切れるか。10番西ケンボブが1着見事。続くは6番、5番、3番か。川崎第1レース、さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは4番回る鏡が先頭に立ちます。その後ろには6番観音バーニも、12番花ちゃんか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番観音バーニも、その後には4番回る鏡と11番セクシーウェイトが続きます。6番カンノンアーニモそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。6番カンノンアーニモが1着見事。続くは4番、10番。川崎第2レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。先頭を走るは2番竜のナポレオン。後を追うのは9番キモンルート、4番国のエースか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番竜のナポレオン。その後には9番キモンルートと5番チャチャハツ号が続きます。5番チャチャハツ号が先頭に立つか、追い抜くか。5番チャチャハツ号がゴールイン。続くは2番、7番、6番か。川崎第3レース、さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは6番シックスレターが先頭に立ちます。6番シックスレターの背後には3番ブルベアベージュ、8番サヨのミニスターか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番シックスレター。その後には3番ブルベアベージュと1番スマートアクシオンが続きます。5番ワンラブが先頭に立つか、追い抜くか。5番ワンラブが1着見事。続くは7番、8番。川崎第4レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。まずは12番カラーヌが先頭に立ちます。7
並ぶように1番カモンベイビー、2番港、1番カップ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番カラウヌ。その後には1番カモンベイビーと2番港、1番が続きます。9番デルマオベロンが先頭に立つか、先頭か。9番デルマオベロンが1着見事。続くは1番、3番、10番か。川崎第5レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。まずは1番タンレイが先頭に立ちます。2番手は8番北から北ダイヤ、6番ビギニングドリームか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番タンレイ。その後には8番北から北ダイヤと6番ビギニングドリームが続きます。6番ビギニングドリームが先頭に立つか、先頭か。6番ビギニングドリームが1着見事。続くは1番、9番、8番か。川崎第6レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。2番なりのビスケッツが早速先頭を取る。その後ろには9番ジンミラクル、5番シューカンパネラか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番なりのビスケッツ。その後には9番ジンミラクルと5番シューカンパネラが続きます。6番ウィキャンデルが後ろから追ってくる。先頭か。6番ウィキャンデルが1着見事。続くは9番、5番、1番か。川崎第7レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。12番グリグリグリジローが早速先頭を取る。後を追うのは3番ビートルジュース、11番フェアメイデンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番グリグリグリジロー。その後には3番ビートルジュースと11番フェアメイデンが続きます。2番ダートレイジングが後ろから追ってくる、追い抜くか。2番ダートレイジングが1着見事。続くは12番。川崎第8レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。6番ミスマルゴーが早速先頭を取る。並ぶように13番エイブラムス、8番カナール翔平か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ミスマルゴー。その後には13番エイブラムスと8番カナール翔平が続きます。5番カタルシスが追い上げてくる、追い抜くか。5番カタルシスがゴールイン。続くは8番、7番、13番か。川崎第9レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。3番トニープリンスが早速先頭を取る。後を追うのは6番マイネルリベラル、8番ドナ・デュボアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番トニープリンス。その後には6番マイネルリベラルと8番ドナ・デュボアが続きます。3番トニープリンスそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。3番トニープリンスがゴールイン。続くは5番、6番、8番か。川崎第10レース、各馬、揃って。スタートを切りました。先頭を走るは2番カード。2番カードの背後には4番ウィンウッド、6番雪国か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番カード。その後には6番雪国と3番ドナルビーが続きます。7番イサチルプリンスが追い上げてくる、先頭か。7番イサチルプリンスがゴールイン。続くは3番、5番、6番か。川崎第11レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは2番ボヌールバローズが好スタートを切った。2番手は6番道のアンジュ、12番ビブラフォンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ボヌールバローズ。その後には7番ライオットガールと10番アテルアストレアが続きます。7番ライオットガールそのまま独走か。独走か。7番ライオットガールが1着見事。続くは10番、8番。川崎第12レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。先頭を走るは2番湘南マナ。その後ろには4番アスミ、1番グラスアラバに行か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番湘南マナ。その後には1番グラスアラバに行と3番オルロージュが続きます。3番オルロージュが後ろから追ってくる、先頭か。3番オルロージュがゴールイン。続くは1番、2番、11番か。笠松第1レース、各馬、揃って。スタートが切られました。先頭を走るは3番マリオファーザ。並ぶように7番ユーフラジ、6番ケイサンノーブルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ケイサンノーブル。その後には3番マリオファーザと2番デルミオクオーレが続きます。6番ケイサンノーブルそのまま独走か、逃げ切れるか。6番ケイサンノーブルがゴールイン。
続くは2番、3番、4番か。笠松第2レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。まずは3番ナザレが先頭に立ちます。その後ろには1番のボルザーク、2番ハッピーバルキリカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番のボルザーク、その後には6番ドゥライトと9番デルレイビーチが続きます。9番デルレイビーチが先頭に立つか、先頭か。9番デルレイビーチがゴールイン。続くは1番、2番、5番か。笠松第3レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。1番ゴールデンベリルが早速先頭を取る。1番ゴールデンベリルの背後には8番サンマルブライト、5番ニートレスプセイカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番サンマルブライト、その後には1番ゴールデンベリルと7番早い者勝ちが続きます。7番早い者勝ちが後ろから追ってくる、先頭か。7番早い者勝ちが1着見事。続くは4番。笠松第4レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。2番マルメラーダが早速先頭を取る。その後ろには6番パンフィーリ、8番エンライカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番マルメラーダ、その後には6番パンフィーリと7番マッチャンファイトが続きます。2番マルメラーダそのまま独走か、独走か。2番マルメラーダがゴールイン。続くは5番、7番、3番か。笠松第5レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。まずは8番マリオクレハが好スタートを切った。その後ろには3番ロゼアクアリオ、7番花歌マジリカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番マリオクレハ。その後には3番ロゼアクアリオと2番芝のナスタチウムが続きます。5番北のマルティスが後ろから追ってくる、追い抜くか。5番北のマルティスが1着見事。続くは8番、3番、9番。笠松第6レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。7番はコウが早速先頭を取る。2番手は2番ワレピアード、3番トラネスハープか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番はコウ、その後には1番リタリエーションと8番アップフェリスが続きます。1番リタリエーションが後ろから追ってくる、追い抜くか。1番リタリエーションがゴールイン。続くは3番、6番、7番か。笠松第7レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。先頭を走るは4番エイシンドラーゴ。4番エイシンドラーゴの背後には7番プケッティ、5番ヨウルプキカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番エイシンドラーゴ。その後には8番ゲワイエンタンと3番サウンドの場が続きます。3番サウンドの場が追い上げてくる、追い抜くか。3番サウンドの場がゴールイン。続くは4番、8番、2番か。笠松第8レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。3番ユクスブリランテが前に行きます。その後ろには6番ノーブルシャン、2番スマートスコープか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ノーブルシャン、その後には3番ユクスブリランテと2番スマートスコープが続きます。6番ノーブルシャンそのまま逃げ切れるか、独走か。6番ノーブルシャンがゴールイン。続くは2番、4番、7番か。笠松第9レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。6番ウィルソンウェイが早速先頭を取る。6番ウィルソンウェイの背後には7番桜姫、9番コンバットトーラスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ウィルソンウェイ。その後には5番サンセットカラーと7番桜姫が続きます。3番グレートメモリーズが追い上げてくる、先頭か。3番グレートメモリーズが1着見事。続くは6番、笠松第10レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。1番ウィーブヒストリーが前に行きます。並ぶように3番当選ダビット、7番ビーライブラックか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番当選ダビット、その後には7番ビーライブラックと1番ウィーブヒストリーが続きます。3番当選ダビットそのまま独走か、独走か。3番当選ダビットが1着見事。続くは7番、4番、8番か。園田第1レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。先頭を走るは5番ワンダーアーフメント。その後ろには8番ムーランシャタン、7番プレリオンか。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ワンダーアフメント。その後には8番ムーランシャタンと7番プレリオンが続きます。1番チェリーユラノスが追い上げてくる。先頭か。1番チェリーユラノスが1着見事。続くは6番、8番、7番か。園田第2レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。先頭を走るは10番バタフライロック。10番バタフライロックの背後には9番新前8番、2番エイシンのクターンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番新前8番。その後には10番バタフライロックと11番マリのマジカルが続きます。11番マリのマジカルが後ろから追ってくる。先頭か。11番マリのマジカルが1着見事。続くは、園田第3レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。まずは9番シャトーボビーが好スタートを切った。並ぶように4番スローテキーラ、7番クリムゾンレッドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番クリムゾンレッド。その後には3番アールウィザードと4番スローテキーラが続きます。3番アールウィザードが後ろから追ってくる。先頭か。3番アールウィザードがゴールイン。続くは7番、5番、10。園田第4レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。先頭を走るは6番モンシャトール。その後ろには5番ドーターオブナイル、1番ラブカレンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番モンシャトール。その後には5番ドーターオブナイルと1番ラブカレンが続きます。5番ドーターオブナイルが後ろから追ってくる。追い抜くか。5番ドーターオブナイルがゴールイン。続くは6番、1番、3番か。園田第5レース、各馬、揃って。スタートを切りました。5番クリの暁が早速先頭を取る。2番手は6番ヤシロスマイリ、4番フィールハピネスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番フィールハピネス。その後には5番クリの暁と6番ヤシロスマイリーが続きます。4番フィールハピネスそのまま独走か。逃げ切れるか。4番フィールハピネスが1着見事。続くは5番、6番、3番か。園田第6レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。まずは1番エンブレムが先頭に立ちます。1番エンブレムの背後には3番プロバブルチェンジ、2番スマートブリーズか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番エンブレム。その後には6番ビクトリーライト、3番プロバブルチェンジが続きます。1番エンブレムそのまま独走か、独走か。1番エンブレムが1着見事。続くは8番、6番、4番か。園田第7レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。先頭を走るは5番フェイスナイン。後を追うのは3番タンバーズキ、7番タガノロビンソンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番タンバーズキ。その後には5番フェイスナインと1番サンライズグレートが続きます。4番プラチナジェットが後ろから追ってくる。追い抜くか。4番プラチナジェットが1着見事。続くは1番、8番、3番か。園田第8レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。まずは5番ジャスティン・カプリが好スタートを切った。2番手は1番ラビアン、7番エスティフィンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ジャスティン・カプリ。その後には1番ラビアンと7番エスティフィンが続きます。1番ラビアンが追い上げてくる。先頭か。1番ラビアンがゴールイン。続くは5番、7番、2番か。園田第9レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。まずは2番オノマトペが先頭に立ちます。並ぶように1番ジャンマギアーナ、8番末広番か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ジャンマギアーナ。その後には5番グッドハビッツと7番ハングタイムが続きます。5番グッドハビッツが追い上げてくる。先頭か。5番グッドハビッツがゴールイン。続くは7番、1番、6番か。園田第10レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。まずは4番スターキーが先頭に立ちます。後を追うのは3番ミストルティン、7番名称鬼手か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ミストルティン。その後には4番スターキーと2番グエラフェルテが続きます。3番ミストルティンそのまま逃げ切れるか、独走か。3番ミストルティンが1着見事。続くは4番、2番、6番か。
園田第11レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。先頭を走るは2番ルクスランページ。2番ルクスランページの背後には5番エイシンビッグボス、1番トリニティノットか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番エイシンビッグボス。その後には2番ルクスランページと3番グリーンシアターが続きます。5番エイシンビッグボスそのまま独走か。独走か。5番エイシンビッグボスがゴールイン。続くは7番、2番。園田第12レース、各馬、揃って。スタートを切りました。8番イナウィンクが前に行きます。後を追うのは6番ムーンガーデン、1番ラストファンタジーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番イナウィンク、その後には6番ムーンガーデンと1番ラストファンタジーが続きます。8番イナウィンクそのまま逃げ切れるか、独走か。8番イナウィンクが1着見事。続くは6番、4番、1番か。